饅頭あげろって言ったら、饅頭。今あと立泉さんお見えになると思いますので。金忘れたな。じゃあ海峡の門とあと般若心経で、はい、あとは、光明神言というのをわしの方でやらせていただきました。あと源義経の頃、源義経子霊これをね、失礼しました。まだ人上がってるけど、あんまり上がってきて、じゃあもちろん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 。はい、53さん、OK。 はい、はい、無常人人微妙法百千万号南東宇賀権現門徳十字岩影如来真実に仏説摩訶般若波羅蜜多心経漢字財宝作業人般若波羅蜜多自称剣豪雲海苦道一切苦薬者意識式不意苦苦不意識式即税苦苦即税式重創業式薬物尿税者利子税諸北祖父諸不滅不苦不上不増不減税国住無式無住創業式無限に微絶身に無式二足法無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老子薬無老子人無苦住滅造無知薬無得意無所得故菩提薩多恵般若波羅蜜多故心無けげ無けげ故無苦不オンリー一切
斎天道無双苦行涅槃三世諸仏涅槃にゃはらみざ高徳阿徳たら三脈三宝大高師般若波羅蜜多世大臣衆世大名衆世無常衆世無等の衆の如一切空真実無空高説般若波羅蜜多衆即説衆圧ギャテギャテ波羅ギャテ波羅僧ギャテ坊地蘇我伽般若心アムスきましたので、お証拠先にしましょう。どうぞ。お証拠お願いします。シャリライモン一心長来満足円満釈迦如来信心シャリ本寺欲しい北海道バガト来伊賀原神入賀賀入仏賀事故賀消防大異仏人力中上発望大陰弱平等大地根性将来一心将来満足円満如来信心者利本寺欲しい崩壊と馬が到来脅威が原神入が我入仏が事故が消防大異仏人力利薬修上発望大神修防殺行導入炎弱病動大地根性将来オンアボキャベロシャノマカボダラバニハンドマジンバラハラハリタヤンオンアボキャベロシャノマカボダラマニジンバラハラハリタヤンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマ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 ジンバラハラハリタヤンナム源義経降霊ナム源義経降霊ナム源義経降霊ナム円無一切少量ナム円無一切少量ナム円無一切少量般若智苦毒不愚を一切加藤与寿上海無上仏道はい、どうもお疲れ様でした。ひよさん、それではですね、もう、今日は下山するんですが、せっかく鞍馬山からお越しいただいたので、皆さんでここで記念撮影をしたいですね。ものの1分もかかりませんね。今日お寺でも記念撮影をしてたね。お寺で記念撮影。来年やりましょうか。多分東北では3本の指に入るだろうって言われている研究者でございます。生ワン。生ワン。あの、私が言うから大丈夫です。ハンガムリのここの由来を、あの説明いただきたいと思います。よろしく。だいたい5分以内ぐらい30分ぐらいですね。5分以内あんまり聞かせない。こちら五輪の塔が要するにこのどうぞかということで、一番最初はこの供養碑ですけれども真後ろにありました。でも名前があるから脇の方に 見られるようにということで地震で何回か倒れました。でこれが土台になったりして、おりましたけれども、
墓守がちゃんとこういうふうに、ここだけはちょっと小学校時代砲丸投げでこっちの方に投げたらしいですからこれ後のもっと大きいです、ということで、まあこれは、ここの友達、が軍事訓練のここは城なんですですからきついです、途中2か所ぐらい軍事物資の弓矢とかそういう倉庫跡がありますけれども向かい撃つというねそういう軍事訓練の場所のに、記念のところに思い出のところに、友達が百鬼の千葉軍団でここに埋められたと言われております。そして、その立石沼倉小次郎高次はじゃあ我が家はどこかというと立元寺のそば紀仙そこの上に、やはり法名が同じ名前で、あります山頂に、友達の、身代わり説がそこなんですけれどもなんか杉の目小太郎に明治時代から変わられて、その存在すら今わからないというような地元の人たち、沼倉小次郎の城跡、そして、ここまっすぐに西向きです、そして、神社が里の宮中津宮奥宮とここまっすぐに行こうですから頼朝公はやはり、かなりひどい仕打ちをしたもので心にあるために、神社が向こうにありました、奥にありましたけれども移して白旗城という城を作ってこちらに神社の鎮霊、してるというふうに、解釈できると思います。西向き極楽浄土西方浄土ですか、最高の供養後ろが白泉を守るような形で、もうそっと静かにね、こういう田舎のところに墓守がいて、残っていると発掘調査はまだされてません、宮内省で申請した人がいまして、やはりそれはまかりならんと、このままにしておいた方がいいということで、まだこのままに保存されております。この上にあと弁慶森というふうなことですけれども、私は弁慶森一緒になると、嘘だなというふうに最初思いました。南伐ではないんですよ、と、ね、これは昭和に入ってからの。実はやはり、古文書の中に以前は人種跡にということで、これはそうだなということで、研究が始まったわけでございます、そこに、もう一つ墓が横になって松の、根に抱かれてあります。まだ私の出る幕じゃないので発掘とかそういうものはやってますけど石崎の松があった、そこに横なってます、まあ、現状はこういうふうなね、見晴らしのいいところでいろいろ大敗行くんでね、千葉軍団が主力です、横からの攻撃正面から後ろからの奇襲攻撃、こういった欧州のゲリラ戦をこうやった兵とか、その名前がいっぱいあります。これは向こうでお話、もし必要であれば千代さん、蔵前麻杉、これね、なおさん、なおさん、はい、これちょっと後ろを切って
てもう少し太陽を当てると非常に伸びるのかなというような。木は私プロオーソリティでございます、ね、こちらをこのようにね、3メートルぐらいありますね。3メートルぐらい約あります、私と同じぐらいの背丈でございました、このように、だいぶもう回らないくらい太くなって、先般お掃除に来た時もここにて株がってあったんですよ。これがこう風が強くて、はい、芯を叩くと一番木は成長しませんの で、うん、でこれは取って、それからこれを切ろうと思ってます、このうちに。芯がぶつかってくるになると木は伸びませんので、伸びない、伸びない。世話人は気仙沼市の西条陽一君、世田谷の小林ふたし君、広島市の、下谷が、そういう女性の方に、その3人が鞍馬寺に行ってお願いしてね、このようななりました。これがご縁ですね。鞍馬寺、カンクさんは80代の頃自ら一番いい苗木を自ら掘って送られたというお手紙をいただきました。その時ね、ちょうど10年前10年前になります。そのようなことで、向こうでは桜の木がすくすくと鹿に食われながらも花を開いているというね、たくましいね、私たちはそれをやっぱり、勉強というか教えられるものがあると思います。たくましくね、沼倉を元気のいい、ね、明るいものにしていきましょう、はい、それではね、帰りの方がむしろ足滑りますので、はい、お気をつけてお下がりください、はいはいはい、高森はちゃんと火の始末をしてから帰ります、はい、じゃあよろしくお願いします。